RSX は、ホンダ技研工業が、かつて生産し、アキュラブランドで販売していたハッチバッククーペ型の乗用車である。2001年1月、北米国際オートショーで RS、RSX プロトタイプを発表し、2001年7月より2002年モデルとして、販売が開始された。クーペのみの設定となったが、ヒットとなった、アキュラインテグラの販売台数の8割が、 クーペモデルであったことが要因の一つとなっている。ボディはストリームやシビックと同じグローバルコンパクトプラットフォームを使用し仙台インテグラより曲げ剛性は35%、ねじれ剛性は116%向上、効力係数も4%低減、揚力係数にも優れる。米国高速道路交通安全局の衝突テストでは全面がモスター。 側面が4スターの結果となった。エクステリアデザインは、ホンダ技術研究所の案を元にしているが、ペンタゴングリルなど、アキュラデザインも取り入れられており、ヘッドライトは、先代インテグラの丸目を進化させたものとなっている。サスペンションは4輪、ダブルウィッシュボーンから、フロントが、コントロールリンクマクファーソンストラットとなった。エンジンは、北米では、 初となるアイビテック仕様の計20アンペア2 0ア型2.0リットル直列4気筒 DOHC を搭載しタイミングチェーンが採用されたことも特徴の一つでメンテナンスコストの低減に貢献している2004年からのカリフォルニア大気資源局レブマイナスにハイガス規制に対応したインテリアはパラボラ形状のインストルメントパネルやケーキ類などが特徴でベージュのインテリアカラー後に 日本のインテグラにも採用されている。グレードは RSX とタイプ S の2種類が設定され、RSX はエンジンが K20A3 で最高出力は 160HP、5速 MT か5速 AT が選択できる。タイプ S は最高出力 200HP の K20A の搭載、ショートストロークな新開発6速 MT が組み合わされ、サスペンションが よりスポーツ仕様になり、フロントディスクブレーキ系も 300mm と大きくなる。タイヤは、両グレードとも205、55R16、ミシュラン MXM4 となる。主要装備では、RSX は革巻ステアリング、オートエアコン、6スピーカー、オーディオ、イモビライザー、盗難抑止、システム、クルーズコントロール、ムーンルーフ、サイドエアバッグなどが標準。 パンチングレザーシートがオプションで用意される。タイプ S ではレザーシートが標準でオーディオがスペアタイヤ部にリッチバスウーファーを格納したアキュラ、ボーズ7スピーカーシステムとなる。2003年モデルではディーラーオプションでタイプ S 向けにファクトリーパフォーマンスパッケージを設定。リアスポイラーをはじめとしたエアロキット、スポーツサスペンションやブレーキ、タイヤなどが揃う。 2004年モデルでは、ヒーテッドドアミラー、ボディカラーが一つ追加された。ファクトリーパフォーマンスパッケージは、A スペックと名称が変更となった。2005年モデルで、フェイスリフトを実施。フロント、リアフェイシアや、サイドシルガーニッシュが、再デザインされ、切り欠きヘッドライトは廃止となった。サスペンションは大幅に見直され、重心高は 7mm 低下。 キャスタートレイルが 9.9mm から 28.6mm にキャンバー角も大きくなった。サスペンションマウント部の補強などによりボディはフロント部が15%、リア部では21%合成がアップしている。ステアリングはクイックレシオになりコラムの合成がアップ、ブレーキシステムも改良されペダルストロークをショート化、合成アップも果たしている。 ルーフやドア内に吸音材を配置し、フロントサブフレームにはダンパーを追加、キャビン内のノイズや振動を低減した。インテリアでは、クロムメッキやシタンカラーの装飾を追加し、フロントシートも新しくなった。タイプ S では、さらにトランクリットスポイラーを追加。エンジンは、K20Z1 型となり、カムシャフト、エニゾーストパイプ、マフラー、クランクシャフトプーリー、 インテークのシュノーケルダクトなどが日本のインテグラタイプ R から採用され、最高出力が 210HP 7800rpm に向上、レブリミットも 8100rpm から 8300rpm となった。6MT は5速、6速にカーボンファイバー仕様のシングルコーンシンクロナイザーが新たに組み込まれ、最終減速比は8.6%大きくなり、 インテグラタイプ R と同様となった。標準タイヤは16インチから17インチに115、45R17 にアップされた。インテグラタイプ R との比較では、馬力、車両重量、タイヤ、サスペンションの硬さの違いや、LSD、レカロシート、ブレンボ4ピストンブレーキなどの有無が異なる。2006年モデルでは、サイの馬力計測法の見直しにより、 ベースグレードは 155HP、タイプ S は 201HP に最高出力表記が変更となった。当初の販売目標台数は年間3万台で、2002年は約3万台を販売し目標を達成しその後も平均年間2万台を販売していたが、2006年夏に生産終了となり、ニューモデルは登場しなかった。RSX のポジションは先代より、 大幅にパフォーマンスアップしたホンダシビッククーペ SI が引き継いだ形となっている。コニチャレンジシリーズで走行する RSX アメリカで行われているスカスピードワールドチャレンジのツーリングカークラスに参戦し、アキュラ TSX と共に2006年にアキュラがマニファクチャラーズタイトルを獲得している。他には、サイレーシングがコニチャレンジシリーズで RSX TSX を使用している。ありがとうございます。